1>, 1、二次クロロテトラフルオロエタン、または R-114 は、化学式 CLF2CCF2CL CL のフロン類である。国際パン名はクリオフルオランである。主な用途は、冷媒である。甘くクロロホルムのような匂いを持った、非可燃性の機体で、臨界点は、摂氏145.6度、3.26%である。圧力をかけるか冷やすと、無色の液体になる。 気候変動に関する政府間パネルでオゾン層破壊物質として挙げられ、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書では、クラス I グループ I のオゾン層破壊物質に分類される。トリクロロフルオロメタンよりもシステム内の空気や水分の漏れを抑えられることから、アメリカ海軍はこの物質を遠心分離機のチラーとして用いている。また、 トリクロロフルオロメタンをチラーとして用いる。エバポレーターが運転中真空を必要とするのに、対し、1、2軸クロロテトラフルオロエタンは、運転中に、ほぼ圧力を生み出さない。クラス、アイオゾン、ディプリーティングサブスタンス、ユナイテッドステーツエンバイロメンタルプロテクション、エージェンシー、オリジナルの2010年12月10日時点における、アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 5 2 8 h t t p w w w e p a g o v o z o n s i e n o d s c l a s s o n e h t m l 2 0 1 2年5月11日閲覧ありがとうございます。